おい、あ、ここいっちゃん最初のとこだね、ここは。あーってなる。あーってなる、これ。こっち。あれ、いけねえ。あれ？俺どっか見逃してた？道中わかんねえぞ、これ。好感度上げておかないと、ムービー変わるのかな？いや、でも好感度ゼロでもさ、ぶっちゃけラブラブだったじゃん。こいつ、この二人。多分好感度高くても低くても、ねえ、結局は、イチャイチャすると思うよ、俺は。うん。このゲーム見てたら、嫁が欲しくなるって。な。これ、少子化を防ぐ配信です。少子化を許さない配信へようこそ。えい。はい。死ぬはよい。えい。えい。よっしゃ、全部やってきた。肉くれ、肉。獣の牙。違う。トリアードの実。はい、レオネ、レオネゲットです。なんか鎖があったから行けなかったってとこあったっけ、みんな。ねえ。オッケー。お、じゃあ2階行きましょう。そういったところを行けばいいんだよね。あ、こことかだよね、ここも。ここもそうだわ。で、行こう。未解読。汚れた紙片獲得。な、ちっちゃいやつおる。いや、しんどけ。武器はね、今、斧使ってます。さあ、銀貨獲得。この銀貨なんだろう？お前。よし。さあ、出しゃばってくる、奴らも。あ！まだ上行けるんだ、これ。行こう、上。これ、釜です、釜。死神ですね、僕は。死神代打って呼んでくれ、俺のことは。おめえらの命、ね、俺がもらったって。あーってなる。さあ、まだなんか草あったね。茨あるので、その茨を潰そう。あ、また銀貨獲得した、やった。あ、いてってなんだよ。いた。さあ、青いやつがいますね。どうやって倒そうか。あ、いけねえじゃねえか。てめえ。逃げたな。あ、で、こっち来た。あっち行ったな。オッケー、このまま行こうか。もうまた変なガがいる。ガー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 、毒だった。違う。ちょ、お前、このガクソうざい。落ちてこい、早く。えい。よいしょ、落ちてこい。ほい。ブン、ブン。まだ死なねえのか、お前。よいしょ。さあ、レベルアップ。鎖の攻撃力、耐久力、そして、体力回復。いこっちゃ。装備スペースが早く増えてほしい。これ、なんか、ねえ、こいつ。ちょ、待って。なやこれ。これはまずこいつやっつけよう。おい、装備枠広がらなかった？ほんまに？あいつ何？うわー、臭い。おっと。さあ、花は枯れた。で、これ何これ。これ何？引っこ抜け。引っこ抜いた。弱くなった？わかんねえ。発力は？いや、こいつの繋いでなんかあるかな。
あ、鎖回収してきた。おい、とりあえず切りまくろう。あ、倒した倒した倒した。あ、弱えじゃん。でででよいしょ。さあ、こいつも撃破で。こいつなんだよ。獣肉ゲットした。へい、さあ全部やっつけたね。さあこっち行こうか。あいつ肉を落とすってなんかよくわかんねえよな、ほんと。下行っちゃったけど大丈夫これ。なんかやだなぁ。なんか、上行こう。うん、植物だけど肉があるってやっぱいい肉の日だからな。上行こう。やっぱね、なんとかとなんとかは高いとこが好きって言うしね。なんか見てる。目と目があった。うわぁ、茨だらけ。そして、封印されたエクゾディア的なあれがある。どうしよう、これ。よし。どうしようか、これ。これ何？うん？わあ！つまり、これをこいつに投げつける！そういうことだね。超ダメージ食らった。肉揚げに帰ったらそれはある。おらはじき止め。まだか。でも俺も超ダメージ食らったからな、これ。いけよー。よーし、さあこれで全てのね、花多分やっつけたかな。開けよう。体力減ってるけど大丈夫かな、わかんない。もうやばいと思う、マジで。一回ね、もうちょっとしたら帰ると思います。お肉あげなきゃいけねえからな、嫁に。嫁が腹すかして減ら待ってんだよ。ほら、さあ封印の鎖解けましたね。残りはあと一つ。さあまた嫁のこと考えよう。あ、考えない、もう忘れてしまった嫁のこと。ほい、ちょ、待て待て待て。さあ、頭をまず引っこ抜いて。おお。こいつにぶつけよう。ほら！あ、もう死んだ？違う。死んでる死んでる死んでる。来ただろ、獣肉。いいね、獣肉めっちゃゲットできた。帰りたいんだけど、俺。休みだから余裕がある。そう、じゃ、っていうか、俺今日はね、疲れてないだけだと思う、あまり。あの草強いね。新緑の主を観察した。ボス戦のね、これ性能ですので、絶対読んどきましょう。その性能を聞くにつれて、私は興奮したって、あーってやつ。学者たちの長ったらしい説明を要約すると、この主は、光を浴びると回復する。攻撃力も、やばい。触れたものを吹き飛ばす爆弾のような性質を持ってる。この主、戦場で見せてみたい。もっと研究を急がせよう。つまり、なんか爆発する物質を持ってるってことだよね。光合成、光もするし。やべえな、それは。勝てるんでしょうか。いけんのかな。まあいや、サクッと攻略しましょう。さあ、残ってるところはあと1個だけなんですけど、これ降りていいのかな？降りたら死ぬ気がする、俺。やっぱやめよう。エレベーターが確かあったよね。エレベーターのとこ行こうか。うわ、またいる。へーい。おっと。早く死んどけ。さあ、こいつ、頭まず引っこ抜いて、こいつは弱いんだよね。引っこ抜いた後に痛い。誰が弱いし、えい、ちょ、なによし、死んだ。
帰ろうかな。帰ろう。帰ろうかな、これ。めっちゃ強いやんけ。側おらん。帰ろう帰ろう、一回。これしんどいわ。こっち側さっきなんか、いっぱいあって行けなかったとこだよね。は？なんかあるかな、こっち。あ、これ最後の封印の鎖じゃん。なんだよ。へい。よし。終わりじゃん、これで。あったじゃん。え、これめっちゃ早い。速攻終わっちゃったんだけど。これで一回帰って肉あげて、回復してからもう一回挑みに行こう。ボスへ。タスだわ、これ。ほら！これでオープン！簡単やな、これ、ほんとに。出すって何？出す出す。守りの石。やった。じゃあ、一回帰りたいと思います。帰って。ね、肉をまず、おばあちゃんにあげよう。あ、お前肉をおばあちゃんには売るんだよ。先に肉食わせてから、肉をおばあちゃんに売って、ね、なんか、本も売ってお金もらいましょう。おばあちゃん肉食わねえよ。食うのかもしれんけどさ。あ、回復ここでしとくか。ねえ。ここで飲んどけば時間の消費がしなくて済むから、もう一回飲める。あ、水なくなっちゃった、全部。まあ、いいや。あとボスだけだしね、ここ。で、あそこで上行って多分ボスでしょ。なんか来た。ああ、大ダラだー、待て待てーって。違う違う違う。俺はおもちゃじゃない。あいつがあれでカチって言って。なんかスイッチを入れたら面白いね。いや、面白くない。帰ろう。はい。じゃあ、一回帰ってきました。それではね、まず監視塔までパパッと帰りましょう。あー。チラッと。行ってきまーす。いや、見ちゃうよ。男の子ってのは、単純なんだよね。うん、仕方がないよ。そう、男なら、しょうがないってやつ。あ、外で待ってる。ただいま。ただいま。はい。あら。まれてた解読終わってるよ。ありがとう。解読、何？ん？エンデ、髪伸びたんじゃない？また切ってあげようか。いいの？もう、そんな顔しなくたっていいよ。切って切って切って。あの時は弟たちが周りではしゃいでたよ。大丈夫。前失敗したの？今度は失敗しないから。でも解読とりあえず頼むわ、これ。解読すればいいのね。任せておいて。お願い。あ、そういえば、ああ、そうか。手を出したままにしてたよ。ダメだよ。ちゃんと片付けなきゃ。耳が落ちてバッドエンド怖すぎやろ。同じこと、私の家でも言った気がする、ね。俺、なんか全部片付けてほしいな。俺、全部出しっぱなしにしちゃうから。どれぐらいあるんだろうね、遠いね。心配させないでね。ごめんな。早く帰ってくるから。なーにって。お肉。食べて。美味しいよ。ありがとう。部屋の中で食べるね。ふぅ、セレスはね、結構家族が多いらしいですよ。もぐもぐ。いい肉。あー。肉の香りが口の中に、あー広がって、もう食べる動作しかないからね。一度に5つ、あ、そうだよね、びっくりしたよね、やばいよね。これもエオス教の導きってやつかな。そうか、あんたらを助けようとしているのか。危険な場所へ迷い込んで始末しようとしてるのか。わかんねえや。肉が残っておるようだ。はい、取って。190？ オッケー、これよろしく。4400。高っ！何でもあんな。
さあ、回復薬、ちょいちょいと買っといて。ね。熟練度が上がる指南書っていうのがようわかんない。レベルかな、多分。でも、そんなんより俺は、プレゼントをしたい。服？それにするのかい？だったら。金が！他にも何かあるかね。金がやばい！錬成、運の錬成を。え、だって、なあ。あげるしかねえだろ！あそこであげねえやつは、うちのリスナーにはいねえ。あげねえやつはうちのリスナーにいねえだよ。なんか、日本語やばい。疲れてますね、僕。守りの石壊れてる。やべえ。もう一個守りの石あるから、防御力上げるか。8しか上がんねえ。よし。着せ替えゲームが始まるっていう。何が必要なんじゃ。で、直してほしい、これ。では、しこりを。よし。うまくやったようじゃない。オッケーや。他にも何かある。じゃあ、合成あんのかな。では。ちょ、待ってね。合成したいものを選ぶのじゃ。いい感じに、守りの石のさらに上とかあったらいいな。守護の腕輪とか。方法で合成するか、ね。ああ、守りの石が、あと1個いる。こういうのがいいよね。剛腕の腕輪とかも。すげえ貧乏っていう。俺は、しゃあねえよ。お金はないけど、愛はあるってやつ。じゃ、18時、2時間休もう。あ、起きてる。おはよう。そろそろ髪切ってあげるか。それ、好きだね。そんな嫌な顔しなくてもいいじゃない。髪はいいよ。背中の紋章がある限り、獣の呪いは解けてないんだよね。背中にあって116円しかないよ今俺。せめてどうしよう、ジュースも買えねえじゃん。かな。背中見えない。見てあげようか俺が。あの子たち。お母さんの言うこと聞いてる？危なくなったらすぐに引き返して。わかった。すぐ帰ってくる俺。エンデが塔に行ってくれてる間。いいやつだな。家のことは私が。これがあれでしょうね、専業主婦ってやつでしょうかね。あの旦那が仕事行ってる間に家のことは全部やるっていう。それくらいしかできる。できる限りできる嫁っていう。エンデの役に立ちたい。どうしたの？素晴らしいですね。可愛い嫁ってやつ。プレゼントがあるんだ。もらってくれ。これくれるの？ありがとう。ん？この服ってどこかで見たことあるような。そうなの？思い出した。あら、あ、村の服、あ、本当だ。村で着てた。村娘になった。いいね。あの頃のエンデったら、なんかより主婦感が増した。服で。なかなか話してもらえなかったんだよ。そうなの？エンデ？いや、服着てくれたままなんだ。あ、これはいいね。いや、露出は減ってって言っても、いいよ、そんな。露出を求めてるわけじゃねえんだからさ。そんな、エロガキじゃあるまいしってやつ。ね。この銀貨が絶対なんか売れる気がする、いつか。牙。一個ぐらい送って、下僕の体液。銀貨がちょいちょい持ってるからね。ある程度売れるようなら売っちまおう。どうしよう。元気？まだ先はな。先長い、ほんとだよね。これあげるわ。木の実いっぱいある。これくれる？いいよ。まだあげる、まだあげる。一つ間感出てきた。まだあげる、まだあげる。どうしたの？どうしたの？まだあげる。お菓子作って、これで。これくれるの？ね、ドリアートの実は、回復アイテムなんですけど、あんま回復しないので、ちょっとあげよう。はい。それではね、もう、今から行ってきたいと思います。お菓子の催促。そうそうそう、お菓子くれるんだよ。いっぱいあの、木の実あげると。結構回復するやつね。よし、それでは、新緑の塔をね、攻略したいと思います。